アイロブレイジングシャドウが発売になります。全長が 39.5mm、最大径、これはもう変更点がなくてですね、 7.8mm で、重量 17.0g となってます。今回はボルトナット、わかりますよね、ボルトナットね、はい、よく見かけるやつです。ここが長いっていうのが見てわかると思います。それではですね、エスタさんからのご要望ということですね、指とカットの関係性を、教えてくださいということなんで、まあ、これまたあの去年と同様で星の画伯絵を作っておりました。はい、まあ、これでちょっと説明していきたいと思います。この指って書いてあるんですけども、指指って書いてるんですけども、実際これ指の向きちょっと違いますけども、まあ、指には間違いないんで大丈夫だと思います。まあ、これがパイロ3ですね。で、こっちがパイロ BS ブレイジングシャドウですね、はい、この指に当たる接地面で考えていくと、その角度を利用して指の刺激を与えていきましょう。なおかつ、それが同じように配列されるとちょっと物足らないというか、うん、しっかり感がなかった。で、実際比較して見てみると、指1本で、もしその部分かぶさった場合、この接地面の角度、点ですね、ここの部分が、高くを使うことで一箇所で進んでしまうっていうことですよね。なんで、当然その溝、ここの溝にも指が入り込むことがないっていう状況になります、うん、なんなら押し上げてくれる状態ですね。この指が入り込むっていうことを、まあ、要はこっちで押さえることで手離れの良さをさらに良くするっていうことを実現できたんですけども、入り込むことで、指が引っかかってしまう人がいてるんじゃないだろうか。実際回転が左右にかかってしまう可能性があったんです。不必要な自然な回転は全然いいです、うん、もしくはあのかけたいと思ってる人は全然いいです。まあ、要は手の湿気の状況だったりとかでもやっぱ左右されちゃうわけですね、そのちょっとした引っかかりっていう部分で、うん、でその、懸念材料を取っ払っていこうじゃないかっていう部分で、この多角形っていうものを採用したわけです。で、まあ、こう見ていただくと、その接地面溝に入り込んで、ほんまちょっとした微妙な、感触として分かるっていう点っていうものを減らすね、2箇所もし指が1本で済んだとしたらの話ですよ。2箇所あったやつを1個に減らす、中に入り込んでたやつを押し戻すで、さらにこれを互い違いに配置することで、今までパイロ3で感じてたいい意味でのね、刺激を与えるっていう意味でのその違和感、うん、違和感っていい言葉で使っていいのかな、ちょっと分かんないですね、はい、まあ、それぐらいあの指に刺激を与えるっていうのを互い違いで組み合わせることで実現ができて、そこをカバーできたとっていうのが、要はグリップした時の指に対する関連性ですね。僕の中ではそのアイデア、配列の仕方だったりとかを組み合わせて進化させたんじゃないだろうかと思います。はい、簡単なフォーム解説ですね。まあ、去年と違うところといえば、そうですね、よりあの昔の投げ方に戻してるっていう感じですかね。まあ、グリップのエンド的なものは、まあ、インパクトの時ですね、同時で離すをやっぱり心がけて、うん、まあ、できるだけそのダーツの、まあ、入角、角度の入りと、やっぱりそのままのダーツの向きっていうものをやっぱ意識しながら、手を離していって、そこに、まあ、運びつつもスピードを乗せて離してあげるっていうような感じですかね。綺麗に飛ばしますよね。まあ、飛び方だけはね、やっぱ僕自信を持って、ね、投げてるんでね、はい、皆さんもちょっとこれを見て試していただけたらなと思います。あなたの欲しいが必ず見つかる S ダーツ。さあ、ここまで、僕のインプレッションを見てくれたあなた、いろんな意味で楽しんでいただけたことだと思います。パイロブレイジングシャドウ欲しくなったんじゃないでしょうか。そんな時はですね、S ダーツでお求めになれますので、ぜひこちらのボタンから、すごいすごいこちらのボタンからですね、ポチッとしていただけたらありがたいです。嬉しいです。またですね、S ダーツさんの、YouTube チャンネルの登録がお済みでない方は、ぜひこちらから、ね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。
それと、新作パイロ制作秘話をまとめた、星野光政のオールパイロ日本。東京都在住30代男性、ペンネームカナップさんからのお便りです。これは金沢さんでいいんですかね。例に漏れず、今年もやってまいりましたよ、ターゲットバレルデザイナー金沢さんからのお便りいただきました。はい、まもなくアップされると思いますので、ご視聴の方よろしくお願いします。以上、星野とゆのっちでした。言うんや。星野光政でした。僕のものでこちらなんですが、あ、そう、それでいきましょう。じゃあバンじゃなくて。はい、 OK です。ありがとうございます。恥ずかしい。あなたの欲しいのがか…で、まだまだいますよ。はい、はい、まだまだいますよ。星野さん、もう一回ダンベル持ってきたらくどいですかね。うん、二度目やめとこう。多分相当もうインプレッションの方でボケてるから。素敵な筋肉でした。見せんで。